FM ヨミタン防災情報番組、災害時は786。1時になりました。6月12日木曜日、この時間は FM ユミタン防災情報番組、災害時は786をお届けいたします。この時間パーソナリティを務めますのは私、日上由紀でございます。どうぞこの1時間よろしくお願いいたします。さあ、この防災情報番組、災害時は786というタイトルになっております。災害時786、数字の786、これは FM ユミタンの周波数となっています。そう、テレビでいうですね、チャンネルの意味を、チャンネルのことを言うんですけども、ラジオのですね、周波数 78.6MHz という意味に、意味を込めてですね、タイトルに災害時786と付けております。これはいつ何時起こりうるかわからない災害時には、 FM ユミタンのラジオをですね、まず早く聞いて、その一方ですね、どういうふうな状況が起こっているのかというですね、情報源としてラジオなどを使われますけれども、そのラジオ、地域のものを発信いたします。私たち FM ユミタンの方もですね、災害時にはすぐに災害放送に切り替えての放送となります。そのためにも多くの皆様がFM ユミタンのラジオからは、災害情報をやってるというですね、ということをですね、しっかりと覚えていただきたいなと思っております。そのためにも、FM ユミタンの周波数を皆様が覚えていただけなければいけません。 FM ユミタンの周波数は 78.6MHz、 災害時には 786、 FM ユミタンをどうぞお聞きください。
まして、皆さんこんにちは。この時間は FM 読谷防災情報番組災害時は786お届けしております。それでは今日の、災害時は786、まず先週この時間聞いていただきましたでしょうか。いつ起こるかわからない災害、多くの皆様は今何を備えていますか？地震や台風など天災は突然起こります。近年災害が日本だけではなく世界中で起きる中、それぞれが災害に対する備えをしている方も増えてきました。しかしライフラインが寸断されるような大きな災害に見舞われた時、個人の備えだけでは不十分であるということも事実です。6月に入りまして、6月1日からですね、6月7日の1週間は全国水道週間となっておりました。その水道週間期間中ということで、この災害時は786、この番組も水について先週は皆様にご紹介いたしました。災害時はライフラインの中でも最も重要であるというのが水道、つまり水ということです。飲み水、生活用水、多くの一般生活の中で、また人間が生きていく中で必要不可欠なのは水。もう皆様もご存知ですよね。しかしライフラインが寸断され、水道から水が出なくなってしまった時、川には水があるのに、避難先のプールに水があるのに、飲むことができず援助の水だけに頼ることになってしまいます。そこで被災地で水源がある場合には、その場で安全な水を作ることができないのかということから、先週は皆様にお伝えしたものがあります。さあ、その災害時、特にですね、ここ沖縄県の方はもっと水に対してですね、積極的に考えなければいけません。このはですね、この緊急を要するときに一時的にね、水を確保するものっていうものをしっかり備えておかなければいけません。日にちが経てば援助ということで物資の方が多く届かれます。その前、この2、3日は自分たちで過ごさなければいけません。そんな時は、外から入るものに頼るのではなく、私たちが自ら自分たちで、この、短い期間でありますけども、最初の災害からですね、2、3日は自分たちで、生きていかなければいけません。そんなライフラインが寸断された時にどう対処していくのかというものも今後考える必要があると思います。そこで先週ご紹介いたしましたのがシグマ給水というですね、こちらですね、ものなんですけども、このシグマ給水は水源が近くにあれば誰にでも簡単に安全な水を作ることができると言われています。シグマ給水は緊急時のですね、緊急時用の新しいタイプの浄水器と言われているそうです。このですね、東日本大震災、被災地の方でもですね、このシグマ給水が使われたようです。電力は一切使わず、コンパクトで移動も楽な電気不要の緊急時用の浄水器、空気圧を利用した浄水システムとなっていました。誰でも使える簡単操作、移動も楽なキャスター付き、近くに安全な水源があればこれ1台、なんとですね、
2万リットルの安全な水が作られるということです。これも本当にすごいですよね。汚れた水源の水、河川や貯水池、またプールなどの水もですね、この貯水器を通すと安全な水になるということです。これは、兵庫県のですね、会社が作られているんですけども、小野市黒川町の健康器具メーカー、シグマサイエンスはですね、電気や燃料のいらない浄水器を東日本大震災の被災地に送っています。病院や空港で活用され、水道が使えず同じように飲み水に困った阪神・淡路大震災の経験から、この、シグマサイエンスの社長のですね、末松社長が開発したものだったそうです。末松社長は神戸市兵庫区出身で、阪神・淡路大震災の前の年、この拠点を、小野市に移しましたが、多くの得意先や友人が被災、初日から神戸に入り食料を運び、瓦礫の撤去などを手伝ったそうです。母校には多くの避難者がおり、飲み水はなかったそうです。また川やプールの水を利用できればと考え、その後に開発に取り掛かり、会社では排水処理なども手掛けていたため、独自でシステムを考案、自転車の空気入れを利用し、空気圧で浄化装置を水を通し、重金属やヒ素、農薬などを取り省いて飲み水にするというものを作りました。電気や燃料がいらないため、災害時にライフラインが途絶えていても利用ができます。1台で2000リットル以上の水を作ることができ、価格は約30万円、高価であるため平常時には見向きもされませんでした。開発に多額を費やし、社員に給料も厳しいのにも会社を潰す気かとまで言われましたが、災害時に備えメンテナンスを続けてきたそうです。そこに東日本大震災が起き、震災翌日から NPO や知り合いが被災地に行く際、この浄水器を送り持って行ってもらったそうです。仙台空港やその近くの自衛隊基地にも置かれ、被災地の病院からは感謝のメールも届いたそうです。これまで20台を無償で送り、被災地で活用され、末松社長はこのまま災害が起きず破棄してもいいと思っていた、少しでも被災者の役に立てて開発した甲斐があったと話しています。さあ、このですね、シグマサイエンスが開発しました、この電力は一切不要の空気圧を利用した浄水システム、約30万円ではありますけれども、これさえですね、各自治会、各公民館の方に1台置いておくだけで、また、多くの皆様が避難する場所に備蓄の一つとして置くことによって、今私たちが利用している、またプールなどに置かれている水が飲み水になるということをですね、開発した会社でございます。ぜひ読谷村、そして他の自治会も取り入れていただきたいと思いますので、詳しくは FM 読谷の方までよろしくお願いいたします。
時刻は1時17分になります。お届けしております FM ユミタン防災情報番組災害時は786お届けしております。先ほどは先週ゲストに来ていただきましたね、こちら、シグマサイエンス、災害時に役立つ浄水器をですね皆様にご紹介させていただきました。先週は1週間は全国水道週間ということで、災害時に水のライフラインどのように備えているか皆様にもですねぜひ考えていただきたいテーマの一つとして、今月は皆様にですね、先週から引き続きご紹介させていただきました。ぜひこういうですねいつ何時起こるかわからない、災害、そんな時には私たちライフライン寸断されます。特にここ沖縄県の方は、陸続きの県ではございません。周りは海に、囲まれているため、様々な物資や援助などはですねやはり到底時間がかかるでしょうと言われています。そのためにも生き残っている我々がしっかりとですね、自分たちをが生きるために、こういう援助が来るまでのですね、緊急時用の、様々なものを利用して、生きなければいけません。そのためにもこのシグマ給水、こういうですね、電力は一切使わず、そして空気圧を利用した浄水システムね、さまざまなですね、フィルターを通しながら、そして独自のですねシグマサイエンスが、発明いたしました独自な、ろ過をですね通すことによって、ぜひですねこれが私たちが生きるための飲み水となるということでございますね。本当に今備蓄というものをよく考えられておりますけれども、備蓄の倉庫をですね作るのも構いません。しかしその中にも多くのペットボトルの水を確保しているかと思いますけども、それが2年や3年経つとまた総入れ替えということで新しく備蓄をですね、買い替えなければいけません。そんなためにもこのシグマ給水、この浄水器はこの1台でね、約、ドラム缶200本あたりがですね、水が変えられるということを言われておりますので、ぜひペットボトルの水を置くのではなく置いても構いませんが、このようにですね、しっかりと今後その水源に持っていってすぐ使えるような、こういうですね器具を備えておくだけでもすごく便利だと思います。本当に、スーツケース一つ分と考えていただければ結構です。金額は約30万円ほどと言われておりますけども、こういう備蓄を何度も何度も繰り返すためにお金を使わずにこれを一つだけ一台だけ設置するとすごくですね、私たちのまた、訓練の時にも使用することも可能となっておりますので、ぜひ多くの皆様がですねこういう浄水器など、ライフラインが寸断された時、水道水のライフラインしっかりと考えていただきたいと思いますので、どうぞですね、詳しく知りたいなということは FM ターンの方までお問い合わせください。シグマサイエンス株式会社をご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。それではここで一曲お届けいたします。生きて生きてどうか忘れないで、私たちはいつもそばにいるから、生きて生きて明日への希望と期待。
Japan. 私は日本のために祈ります。Don't cry, be strong. 泣かないで、自分を強く持って。Because you are not alone. あなたは一人じゃないから。生きて、生きて、どうか忘れないで。私たちはいつもそばにいるから。愛と書いてかなさん、命のメッセージお届けいたしました。ここで今週沖縄気象台が発表いたしました潮位についてご紹介いたします。6月10日火曜日、各新聞、琉球新報や沖縄タイムスの方でも、報道されておりました、記事少しご紹介いたします。沖縄気象台が6月5日今年は夏から秋にかけて満潮の潮位がここ数年で最も高くなる日があり、この日に台風や高潮などが重なると浸水や冠水など大きな被害が出る恐れがあるとして注意を呼びかけています。沖縄気象台によりますと、夏から秋にかけ満月から新月の前後は満潮の潮位が高くなり、特に今年は満月の前後にあたる大潮の間でここ数年のうち最も潮位が高くなる日があると言われています。大潮にあたる2012年9月に台風16号が接近した際は、満潮の時間帯に県内各地で浸水や冠水、家屋の損壊などの被害が出た模様です。沖縄気象台は高潮特別警報、高潮警報、注意報など防災気象情報に注意をしてほしいと呼びかけています。さあ、それでは CM の後、皆様に高潮特別警報、高潮警報、注意報など防災気象情報をお届けいたします。
刻は1時32分になっております。お届けしております FM ゆめたん防災情報番組、災害時は786お届けしております。さあ、後半のコーナーになりますけれども、先ほど CM 前に皆様にお伝えいたしました。今週6月10日火曜日に、琉球新報や沖縄タイムスなどにも掲載されておりました。そして今月の6月5日、沖縄気象台が今年は夏から秋にかけて満潮の潮位がここ数年で最も高くなる日があると発表いたしました。この最も高くなる日に台風や高潮などが重なると浸水や冠水など大きな被害が出る恐れがあるとして、皆様に注意を呼びかけております。ここ数年のうち最も潮位が高くなる日があると言われているんです。満潮の潮位が特に高くなり注意が必要な時期、満月の前後、6月11日から17日、新月の前後、6月25日から7月1日、満月の前後、7月10日から16日の間、7月25日から31日の新月の前後、8月9日から15日の間の満月の前後、8月23日から29日の新月の前後、9月7日から9月13日の満月の前後、9月22日から28日の新月の前後、最後に10月6日から12日の間の満月の前後と言われています。これらが満潮の潮位が特に高くなり注意が必要な期間と言われています。さて皆さん、今日は何月何日ですか？そう、今日は6月12日ということで満月の前後に当たっているんです。6月11日、昨日から、17日の間、満月の前後と言われており、こちらですね、潮位に、注意が必要となっております。潮位が高くなる、ことがありますので、十分気をつけていただきたいと思います。そこで沖縄気象台の方は高潮特別警報、高潮警報、注意報など防災気象情報に注意をしてほしいと呼びかけております。さあ、特別警報覚えていますか？何度もこの番組でも皆様に、お伝えいたしました。気象庁が重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合に特別警報を発表いたしますよと皆様にお伝えしたこともあります。昨年の8月からスタートいたしました特別警報、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して特別警報というものを発表いたします。特別警報は東日本大震災における津波や平成23年台風第12号による豪雨、伊勢湾台風による高潮のような警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合に発表されます。警報の発表基準をはるかに超え、現象に対し甚大な災害が発生する危険性を十分に伝えることができない、そんな時にはもう言葉では特別警報という言葉を皆様に発し、伝えることになっています。災害発生の危険性を分かりやすく伝えるために特別警報というですね、文字を皆様に、その言葉をですねしっかり理解していただきたいと思います。特別警報が発表されたら、まず皆様は身を守るために最善を尽くしてください。経験したことのない激しい豪雨や暴風など異常な気象現象が起きそうな状況です。直ちに命を守る行動をとってください。周囲の状況や市町村から発表される避難勧告などの情報に注意し、直ちに避難所へ避難するか、
すでに外出することが危険な状態の時は無理をせず家の中の、家の中のより安全な場所に留まってください。ここ数十年間災害の経験がない地域でも災害の可能性が高まっています。絶対に油断しないでください。また津波、噴火、地震については現行の警報のうち危険度が高いレベルのものを特別警報に位置づけます。津波については大津波警報を特別警報に位置づけます。大津波警報が発表されたら沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。続いて噴火については、噴火警報、移住地域もしくは噴火警戒レベル4以上を特別警報に位置づけます。これらの警報が発表されたら警戒が必要な範囲からの避難や避難の準備をしてください。地震動については緊急地震速報、緊急地震、地震警報のうち震度6弱以上の揺れを予想したものを特別警報に位置づけます。震度5弱以上が予想された時にも発表される緊急地震速報、緊急地震警報と取るべき行動に変更はありません。特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。重大な災害の恐れがあるときは従来通り警報が発表されます。これまで通り最新の情報に注意するなど警戒が必要です。大雨などにおいては時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用し早め早めの行動を取ることが大切と言われています。特別警報が発表されるまで、気象台が発表する気象情報、さまざまなものに関する気象情報が発表され警報や注意報に先立ち発表します。警報になる可能性がある場合はその旨、皆様にお知らせいたします。土砂災害なのか大雨警報なのか大雨警報浸水害なのか、また大雨の期間、予想雨量や警戒を要する事項なども示すことになっています。そして土砂災害の警戒情報など、災害が起きた場合は土砂災害の危険性がさらに高まった場合に発表いたします。大雨などがまた様々な災害がさらに、続き重大な災害が起こる危険性が非常に高まった場合、特別警報をそれぞれ発表いたします。その特別警報が発表された際には、皆様は直ちに命を守る行動を取るように心がけてください。特別警報は行政機関や様々なメディアを通じ伝えられます。情報収集にも努めてください。私たち FM 読み団の方も通常放送から災害放送に切り替え、皆様にですね、情報をお伝えします。そこで情報を収集するのは皆様の役目です。テレビやラジオ、インターネット、広報車、防災無線などをしっかりですね、把握して情報を収集してくださいますようお願いいたします。特別警報の伝達の流れといたしまして、気象庁が発表し自治体や報道機関に伝えられます。その後自治体や報道機関が住民の皆様に知らせるということになっています。この特別警報は気象庁の公式ホームページの方でも掲載されておりますので、ぜひこちらをご覧になってください。さて今日は皆様に、注意の呼びかけです。沖縄気象台が今年夏から秋にかけ満潮の潮位がここ数年で最も高くなる日があると言われています。この日に台風や高潮などが重なると浸水や冠水など大きな被害が出る恐れがあるとして県民の皆様に注意を呼びかけています。まずは満月の前後、6月11日から17日の間となっています。
さて、この満月の前後にちょうど今かかっております。沖縄気象台も注意を呼びかけておりますので、県民の皆様は、それぞれ様々な警報や注意報が発表された場合にはですね、注意を呼びかけておりますので、どうぞご理解ご協力の方もよろしくお願いいたします。以上、この時間は特別警報について皆様にご紹介いたしました。手を離さないで、手を離さないで、その背中を、心をねえ、断ち切らないで。Thank you.
あの日見た笑顔は今でも消えることなく、私の心を揺らし続ける。大丈夫だよって言ったじゃない、心配するなと、私その言葉を信じてた。何も知らないじいちゃんが朝になると必ず聞くの、パパ帰ってきたって。何も知らないじいちゃんが夜になると必ず聞くの、パパ遅いねって。答えが見つからない、見つけたくない、手を離さないで、手を離さないで、その背中を、心をねえ、繋いでいて。あの日見た背中が今でも耐えることなく、私の心を責め続ける。行かないでって言ったのに、お願いだからって、あなたにその声は届かなかった。家族の思い出を取りに戻った。宝物ってそんなに大事だったの。今静かに目を伏せるあなたは、何をそんなに守りたかったの。ジャンパーのポケットには小さな赤い靴、ねえ戻ってきて、ねえ戻ってきて、信じていたその言葉を、置いてかないで、ねえ戻ってきて、手を離さないで、その笑顔もぬくもりもねえ、思い出なんかならないで、心をねえ断ち切らないで。本日の防災情報番組災害時は786、今日は皆様にはいつ起こるかわからないこういう災害時にライフラインがストップしてしまった場合、水の確保どのように行っているのか、そしてもう一つは沖縄気象台が発表いたしました、ここ数年に最も潮位が高くなる日が今年はあると言われております。その際にも皆様がどのような対処法をしていいのか、こういうことも今日はご紹介させていただきました。本当はですね、もっとたくさんね、いろんなことを皆様にお伝えしたいんですけども、来週は、まずはこのレンタカーの人たち、観光客の皆様ね、レンタカー客に災害時の心得などがあるのかどうか、またここ沖縄県の方は
観光としてね、すごくやっぱりホームページでも多く見られているということで、先日新聞などにも掲載されておりましたね。沖縄県は注目の島でございますが、しかし津波や地震が起きた時に取るべき行動、注意事項、それがしっかり観光客の皆様にも伝わっているかどうか、そういうものもですね、様々な記事をちょっとご紹介していきたいと思いますので、来週もぜひこの時間に、お耳にかかりたいと思います。そしてもう一つ最後に、中部地区の中部病院や中上病院、中部特集会病院、ハートライフ病院の4つの病院が今月の10日中部保健所で大規模災害時の総合応援に関する協定を締結いたしました。県内で同様の協定は初めてで、締結式で4つの病院の院長が協定書に署名し、大規模災害など独自では十分な医療活動ができなくなった場合、被災者の救出や搬送、応急措置などに必要な医療機器や物資の提供、救急活動に必要な職員の派遣と車両の提供などの応援を要請できることなどを定めたものだそうです。内容の検証や見直しを年1回行い、中部保健所の慰霊所長は締結を喜んだ上で、中部地区で4つの病院では少ないと指摘、災害時に重症者が多数発生し4つの病院に集中した場合でも乗り切るためには他の医療機関の支えが必要だとして、医師会との協力をさらに進めるために調整検討を続けていくと話しています。今後の課題として、同様の協定の全県的な広がりを目指し、各消防署に救急搬送などの連携、司令塔的な役割がどこが担うのかをなどを挙げて、大きな取り組みにですね、積極的に進むとお話をしております。さあ、こういうですね、県内初4つの病院が災害協定を結ぶということで、すごい記事が掲載されておりましたので、皆様にご紹介させていただきました。さあ、お送りしてきました、FM ミミタン防災情報番組災害地は786、また来週この時間にお耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。静かに目を閉じよう、その日が来たら幼き頃を思う、その日が来たら懐かしき顔を浮かべ、果たせなかった約束を思い出そう。空